回目、はいはい、始まりました。川崎フロンターレホームゲーム特別イベント噂の喧嘩賞第2部ということで、お第1部に続き司会をさせていただきます囲碁将棋と申します。よろしくお願いします。さあ1回目もいたよっていう方、あさあはい、今回は、8.6 秒バズーカー出る回です。はい、おめでとうございます。いちいち言わないでいいんですよ。ありがとうございます。さっきも芸人さん何組も出てましたんで、はい、あ確かにでもちょっと人数の密集度がね、ね、増えましたね。そうですか皆さん、というわけでもう早速なんですけども、はい、じゃあですね、この後はもうナスゴレラ養成試験というね、はい、このなんかイベントが始まるんですけどどうですか。もうあもう人形とか持ってる方がいらっしゃる、ね、あそうですか皆さん、お姉さんは川崎フロンターレは好きですか。ああ旅やりそうですね、時差がありましたね、時差ありましたね、そうですか皆さん、さっきも聞いたんですよ、川崎フロンターレファンの方拍手、おあすごいですね。いやいや湘南ベルマーレのファンですよって方拍手、いらっしゃるんですね。あいらっしゃいます、ね、それそうです、ホームチームだよ、アウェーチームもあるということで、ありがとうございます。というわけでじゃあ早速なんですけども、はい、本日の現在人気沸騰中ということで8.6 秒バズーカの代名詞ともいえるラスゴレラネタを挑戦者の皆さんにやっていただくんですけれども、はい、まあ、題してですねフロンターレカップラスゴレラ選手権、おどうですかラスゴレラ選手権ということで、さっき後ろで練習してるのちょっと見たんですけど思ってた以上にみんなできますね、やっぱりクオリティが高いと言いますか。ちなみにどうですか皆さん、あそのなんていうんですか、ラッスンゴレラよ、もうなんか家とかでやってるぞって方どのくらい、もう家で、あ言っちゃってるみんな、やっぱりそうだよね、これそうだよ、意外と、うん、実は 8.6 秒バズーカのネタ見たことないんですって方はいらっしゃらない、方いらっしゃらないじゃないですか、もう、ね、すごいゼロだ、すごいですね、そうですよ、やっぱりね、あじゃあありがとうございます。じゃあね、早速なんですけども、はい、登場していただいたのが審査委員長でございますので、今日は、はい、8.6 秒バズーカーです、どうぞじゃないですか。今日はね、多分いつもね、はい、あっての5秒バズーカー、まあ、劇場とかね、いろんなとこ出てると思うんですけど、今日フロンターレファンの方がすごく多いんで、あなるほど。どうですか、J リーグとかお二人は。J リーグ、僕、サッカーやってましたんで、サッカーやってた、そうです、小中サッカーやってましたんで、おお、まあ、そうですね、川崎フロンターレが大好きでした。大好き、嘘で、嘘っぽいけど、大好きだよな、大好き、絶対ガンバとか好きそうじゃん、そんなことはしないし、まあ、大阪だね。ね、浜谷根くんは、僕はね、うん、小中ってことはずっと野球やってた、野球なんだ、野球だ、川崎フロンターレが大好きでした、そうそう、野球だったら絶対そう、2人とも川崎フロンターレが大好きだった、ね、ファンということで、はい、今日はね、献血イベントも兼ねてるので、はい、なるほど、皆さん、まあちょうどですね、献血の赤ということでぴったりのカラーで来ていただきました、はい、ありがとうございます。どうですか、このラスゴレラ養成試験、はい、まあ、結構ね、なんかいろんなところでイベントとかで、はいはい、いろんな人にやってもらう機会あると思いますけども、そうですね、はい、これはまず大事なのは、はいはい、思い切りの良さ、思い切りの良さ、基本的に恥ずかしい動きですから、そう、自分たちで恥ずかしいと思ってる、恥ずかしいことをやるわけですから、なるほど、それやってる人が恥ずかしいとこ見てる方も恥ずかしくなるんで、そうだね、思い切りの良さ、思い切りの良さ、それを大事にして、だからもう自分を忘れるというか、忘れるんです、ここに立った時だけは解放してください、なるほど、解放してください、一回もなかったことに、はい、8.6 秒バズーカーになりきっちゃっていいと思います、はい、そうですね、声の大きさ、そしてリズム感とか、はい、そうですね、もうだから別にだからあれでしょう、もう言ったらもうオリジナリティが満載で、そうですね、あと気持ちですから、ネタを飛ばさない、ネタを飛ばさない、ちょっとネタ飛ばしたとこ見たことある、ね、よく見ますよ、しかもね、やってる方っていう2人でも確かにちょっと緊張することあると思うでしょ、そうですね、だからまあね、今日はいろんな5組ぐらい出てきますんで、あすごい、はい、ぜひとも審査委員長、今日はよろしくお願いします、お願いします、じゃあこちらにお二人、はい、審査委員長、はい、ください、ね、さあこの後第3部もあるからね、はい、8.6 秒バズーカーでそちらネタの方もやっていただきたいと思いますよ、はい、第2部はこちらのラスゴレラ養成試験ということで、じゃあまずね、1組目からお呼びたいと思います、はい、というわけで1組目どうぞこちらでーす、どうぞ1組目、はいはい、どうもー、あやってきましたよ、はい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 、スポーツサイトだ、スポーツあれ、なん、縁日は何してるんですか、我々は彼女たちの、はい、応援サポーターという、なるほど、ケツ持ちです、ケツ持ち、なるほど、ヤクザがバックについてるわけですね、気合十分なんですこのみんな、そうです、なるほど、気合十分、3人ですか、3人でやらせて、みんなおのおのお名前があるみたいな、はい、お名前を、ちょっと、はい、
はい、じゃあどこから聞けばいいんだろう。じゃあまず、はい、僕ちゃんお名前教えてください。アリダブルです。アリダブルさん、シングルからって、シングルからのダブル。そしてヨネダブル。ヨネダブル2人いるから、ダブル。あ、なるほど、ダブルが2人いて。そしてお姉様、さややねんです。出た、さややねん。一番かっこ悪い名前。一番かっこいい。かわいい。かわいい。3人合わせて。2.6 秒わずかです。なるほど。2.6 秒。なんで 2.6 秒なんですか ？2.6 秒は。なんで2点？フロンターレの。あ、プロで 2.6 秒。優勝。早い。でもまあ優勝でいいから。じゃあ。気合い満点ですか。はい。じゃあどういったご関係なんですか、3人は。さっきそこで出会いました。すごい。さっきそこで出会った。さっき出会いました。ダメだよ、知らないお姉ちゃんについて。アメちゃんもらったのかな。アメちゃんもらったんだ、多分。そうか、じゃあ3人でやってくれということで。はい、ちょっと3人っていうのもね、珍しいだからね。そうですね。はい、じゃあもうよろしいですか。はい、見てみましょうか。これ前、マイクがついてるんだね。はい、というわけで皆さん、一組目、2.6 秒、バズーカです。どうぞ、拍手。ようネタ作ったんです。ありがとうございました。
感じで、はい、なるほど、すごい、結構ね、すごい、一番もう優勝、一番こんな感じ、すごいすごいすごい。じゃあ続きまして、2組目どうぞ。お、あ、タモンズ、あら、いいね。タモンズに引き連れられて、お二人はこちらのお二人は、はい、8.6 秒フロンターレのお二人です。8.6 秒フロンターレ、8.6秒フロンターレ。こんにちは、お名前いいですか。池田浩二郎です。池田浩二郎君、皆さんどうぞ。池田浩二郎君、そしてお名前いいですか。池田浩太郎です。お、兄弟、兄弟、兄弟、赤の宮地の兄弟、はい、赤の一緒の宮地、もしかしたらね、筋肉痛パターンもありますからね。筋肉痛パターンも一緒で兄弟で、はい、ちゃんとね、個人名も作ってきてくれたんですよ。あ、なるほどね、こっちのね、弟の方はね、池田巻シシングルって言ってる。池田巻シシングル、池田巻シシングルくんと、なんでやねんです。なんでやねん、そのまま。またやねん、関西のツッコミの言い方。いいね、大丈夫か、お兄ちゃんか。お兄ちゃんちょっと緊張してるから。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃんの素顔ちょっと知らないけど、ちょっとだけしゃくれてると大丈夫か。大丈夫か。緊張してない。よし、一回深呼吸しよう。はい。はい、まだまだ、ま、緊張するか。全然大丈夫。全然大丈夫。大丈夫か。そうね、お客さん全員ね、家族みたいなんですよ。そうなんだ。大家族だな。お父さんとお母さんどちらですか。どちらいらっしゃいますか。最前列。右ね。ね。張ってる。優しいですね。でも会場
一番ハマってるよ、お父さん全芸人とか合わせても。お父さん、お母さん、優しい息子さんに育ってますよ。そうですね。でも、あんだけ優しく、あんだけ優しく言ってたら待ってくれないですよ。あんだけ優しく言ってもね。でも優しい。どうだった一言ずつ。お父さん。まあ、緊張したんですけど。まあ、緊張したんですけど。緊張したんですけど。やってみると、すごい楽しかった。すごい楽しかった。ありがとう。それでは見せてあげてみんなに。外したとこ見せてあげて。こんな顔してましたね。かわいい。みーちゃんどうだった？まあ、本人に、ラッシュゴリラを披露できたことは、まあ、嬉しかったです。大人だな、大人の意見だな、これ。ありがとう。外して、外して、見せてあげて。こんな顔してましたね。かわいい。ありがとうね。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。完璧なんす、ね、完璧だね、みんなすごいな、結構みんな思ったより長尺でやってくるからね、あんなに覚えられるすごいな、尺の調整はなかった、すごいな、自由な尺で、自由な尺で、というわけで3組でどうぞどうぞでーす。なんて言ったんですか、なんて言ったんですか、どうぞでーす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 、あれ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 、あいや、邪魔邪魔山田カントリーが引き連れてきたのは、はい、はい、こちらは、コミ名なんですか、はい、お願いします。 M&Iz です。 M&Iz、 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 あれですか、楽屋が芸人ばっかで信用できないからリュックは背負ってきた。違います、誰も取る方いらっしゃいませんので。リュックを。お二人はどのような関係でございますか。ダンサー、ダンサー、微妙な関係だろ。お友達だろ。ダンサー、ダンサーの。え、やってたダンスとか。違う。ああ、聞いたんですけど、先月に茨城でダンスコンテスト優勝して。すごいじゃん。茨城でダンスコンテストなんてやるんですか。茨城で。あるよ。ある。茨城ですよね。あるよ、ダンスコンテストぐらい。なんだおい、賞金ハンターかおい。賞金ハンター。そう、ダンサーなんだ。彼女はバドミントン部です。なるほど。それで2人が奇跡の出会いを遂げて。なるほど。練習だ、どこへ。本当はこのリュックも、撮りたかったんですけど、マイクの関係で、リュック背負わなきゃいけないです。でこのリュック、ちなみに重さ40キロあります。いや、すごいな、おい。孫悟空の自分と同じぐらい。それをショットマンやってくれんの、今日。ショットマンやんの。すごいな、おい。じゃあ今日、川崎フロンターレも大好きでやってくれたら、お二人でよろしくお願いします。どうしたどうした、急に喋り出したと思って。大丈夫だよ、大丈夫大丈夫大丈夫。だったら緊張したら、やっぱ人前出るときは手のひらに人っていう状態で、こうやって怖い進撃の巨人感が。いや、本当だよ。じゃちょっと深呼吸しようか、一回。はぁ、深呼吸。そりゃ、こんな人の前に緊張しますよね。しないフォークが無理だ。いいよ、行く？行けるか？行ける。頑張ろう、よっしゃ。M&R、M&R、ズ、M&R のお二人です、どうぞ。判定の栗山まずいかです。お願いします。ラッスンゴレラ。なんて？ラッスンゴレラ。ラッスンゴレラ。ラッスンゴレラ。説明してね。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん。ラッスンゴレラって何ですの？白く言われまして、もう意味わからんからできません。ラッスンゴレラ、ラッスンゴレラ、楽しい南国、ラッスンゴレラ。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん。この踊りを思う。ラッスンゴレラ、リゾートな。南国言うてもいろいろあるよ。パリ、グアム、ハワイ、どれですの。ラッスンゴレラ、ラッスンゴレラ、キャビア、フォアベラ、トリュフ、スパイダーハヤスのオリサンダ。ちょっと待って、お兄さん。ラッスンゴレラちゃいますの。意味わからんからやめて言うたけども、ラッスンも待ってます。スパイダーフラッシュロリサンダ、スパイダーフラッシュ電車に乗るとき、スパイダーフラッシュロリサンダ。ちょっと待って、お兄さん。ちょっとお兄さん、そこラッスンゴレラ言うてない。スパイダーフラッシュローリングサンダープロレス技かなんかですか。いいよ、いいよ、いいよ。
ゴレラちゃんと玉ねぎお兄さん俺さちょっとインドの母ちゃん日本の父日本の母間に生まれし俺はジャパニーズピーポーあなんだ気がしたあ大丈夫だよ大丈夫だよ飽きたからこれでも飽きたからこれでも終わりちょっと待ってちょっと待ってちょっと良かったですね。学生時代を思い出しましたね。昼休みの教室を思い出しましたね。ダンサーやからな。ダンスこれだね。組入れて。正直ダンサーの方が僕は田中シングル君の方をやってくると思ってた。確かに。浜屋根の方をやる。ね、ラスどうした二人どうしたやってみて。最初の楽しそうにやってたよ、ねね、全然良かったよ良かった良かった楽しかった楽しかったですありがとうねまた来てね待ってるからね待ってるからねありがとうございましたありがとうありがとうございましたナイスパフォーマンスさあどんどん来ますので、はい、さあ4組目どうぞどうぞどうぞですどうぞですエレベーターマンション1号サッカーの入場みたいに入りましたいいですよさあ来ましたよエレベーターマンションに連れられたらじゃあ、聞いちゃっていいですか、名前を。聞いてください。こんにちは。じゃあ、お名前はよろしいですか。あ、栗山翔太です。翔太くん、そして。あ、おばしーじです。なんてくんかおばしーじです。しーずくんしゅーじくんしゅーじくん、ありがとうございます。しゅーじくん。お二人、二人のユニット名とかあるのかなフロンターレブラザーズです。フロンターレブラザーズもう、とうとう、あれ、国民は関係なくなりました。フロンターレフロンターレ、そうですね。フロンターレカラーですから。なるほどね。今でもね、フロンターレ大好き。あはい。あって六秒待つかも大好き。あはい。よっしゃ。あはい。頑張ってるね。あはい。あはい。いいの。お二人は小学校から友達じゃ。あ小学校です。はい。小学校から友達と。小学生です。ずっと友達だろ。はい。大きくなっても友達か。はい。あやそんなに聞くんですか。はいって言わざるを得ないこと聞いて。じゃあお願いします。はい、どうぞさあフロンターレブラザーズ頑張れ待っている友達があ、友達が見ないで見ないで危ない危ないであるから間違えることをみんな見てなかったら大丈夫じゃねえんだよ何もなかったあんたらが勝手に来ただけだろ勝手に来ただけだろよろしくお願いしますめちゃめちゃ
ちの子はね、うちの子、同じの子だったんですよ。それがまあ主催者のあの子供です。すごいね。どうだった、やってみて、ありがとうね。あ、はい。あ、はい、楽しかった。ちょっと忘れちゃったけど、十分だもう。かっこよかったぞ。あ、ありがとうございます。あ、ちょっとみんなに素顔見せてやれ、ほら。こんな顔してました、皆さん。そこまでね、みんなね。ピースピースピース、ありがとう。お父さんお母さん、今、お父さんお母さん。いないか。いない。オッケーオッケー、ありがとうな。健康ランドから来たのか、今日はここに。違いますよ。ありがとうね。あとで審査結果発表するから待ってて。ありがとうございました。さあ、次が最後でございます、皆さん。なるほど。最後の、出演者の方、どうぞ。バターで。バターエンディション。ちょっと待って。ゴリゴリの。今日一番大人。大好きらしいからね。ありがとうございます。なるほど。恥ずかしくて裸な、違う違う違う、 8.6 秒ですよ、ね、じゃあお二人お名前よろしいですか。あ、田中ニャーグルです。田中ニャーグル、シングルニャーグルさん、ヤマヤネです。ヤマヤネ、ヤマヤネ、いいですね。二人合わせてあるんですか。あ、7.7 秒バズーカ。7.7 秒。なんで 7.7 っていうのは。友達の 50m走のタイム。友達の、友達どっちかじゃないんすか。結構速いですよ、ね、女子で 7.7 速い、速いタイムで。はい、2回ぐらいに死んで急遽エントリーってこと。これ衣装もだってもう元々揃えてあった。じゃあ昨日買いに行きました。すごいね、すごい、成果見せましょう。わかりました、はい、7.7 秒バズーカさん、じゃあよろしくお願いします。お願いします。スタンバイを。これ衣装買って負けたら、めっちゃお金もったいない。そんなこと言うな、そんなこと言うな。プレッシャーかけないで。でも鳥だから絶対受けてやめろ、やめろ、そんなこと言うな。知らなかった、頼むから恥かかせる。やめろ、頑張ります、頑張ってね。頑張ってくるんだよ、こっち。というわけで、7.7 秒バズーカの2人です。拍手。ちょっと待って、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 ヘイヘイヘイミキー、ヘイヘイヘイミキー、ヘイヘイ、オーネキーやソファーや
とそのぐらいのヘミキヘイヘイヘミキヘイヘイ歌ってみたけどラッスンわからん絶対教えんラッスンゴレラちょっと待ってちょっと待ってアレッサーアレッサーあーいいよしんどいしんどい料理は完璧完璧じゃんすげえすごいヘミコピーこんな長いほんとこんな長い長いっすすごいなすごい今日全部覚えたどうでしたダブルがめっちゃ見てるしんどいしんどいひどいねでも、でも間違えずにできたんじゃないですかすごい80点ぐらい80点自分で厳しいね名前聞いてますね完璧でしたよありがとうございましたありがとうさあ、というわけでですね全組終了しましたのではいちょっとなんか飛んでてきたすごいですねさあ全組終わったんではいはい、はい、じゃあ本日の出演者に登場していただきたいと思います、はい、全員集合はいよいしょ皆さんもう一度大きな拍手をお願いいたしますなるほどなるほど保護者の方も来ていただきましてそうそうこんないたんだすごいねえ、あなるほどというわけでここからですねはいじゃあもう一回なんかあれしますあの名前とか紹介大丈夫ですかコンビ名だけ聞いてみましょうコンビ名だけ聞いとこう一応一組目一組目やってくれたのかはい、はいまあ、もう一度お名前よろしいですか3人でのはい2点6秒わずかです2点6秒わずかでした2点6秒わずか2点6秒お名前いいですか川崎8.6 秒フロンターレ8.6 秒フロンターレ、はい、お姉様M&R フロンターレそして4組目が4組目はロンターレブラザーズロンターレブラザーズそしてこちらお姉様があどうぞスルーするっていうねまさかイエーイお願いしますどうですか 8.6 秒バズカの2人1組だけですよねこの5組の中から優勝を選んでください難しいからなってどうしよういやでもね、はい、みんなちょっと僕のパートでその後ろにおる時もラッスンゴレライフーって僕言ってるんですけどみんな言ってなかった知らない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 そんなこと言ってたんだ言ってたちょっとそこのクオリティだけまだ甘いと思うなるほど全員優勝にしたいですけどねねえそれはできないんでしょ全員優勝だとねやっぱりねそういうちょっと社会の厳しさはこんなところそうこんなところで全員優勝っていうのは無理だからやっぱりやっぱしいいですお二人で相談してくださいあ結構ガチで話し合ってますねでも本当に分かんないよねこれねお願いしますなかった場合は俺らでもいいんですよダメです絶対にあなんてやねありがとうわかりましたこの二人は 8.6 秒バズーカの DVD 買うそうですやめてくださいいやいやあの金ちゃんじゃないんでそういうシステムないですあの後から入るシステムはどうしたどうした DVD 買いましたおー DVD 買った親御さんが5枚買い8.6 秒バズーカに1万円ずつあげるそうですダメですありがとうございます決まりましたか決まりましたはい、はい、じゃあというわけで、はい、8.6 秒バズーカ優勝の、はい組を発表してくださいどうぞお惣菜ですピスタチオさんピスタチオ優勝ピスタチオ出てないですから優勝は、はい8.6 秒フロンターレおめでとうございますおめでとうよかったDVD も買いませんし1万円もあげませんあよかったな1万円よかったでなんかポイントとかやっぱりむちゃくちゃ優しいおじさんそうだね緩い感じやっぱこう兄弟の仲の良さみたいな確かに実際笑いもすごい起きてたはい、よかったというわけでね、優勝したお二人にははい8.6 秒バズーカのサイン色紙を差し上げたいと思いますよかったね他のね、皆さんも今日はご参加ありがとうございましたありがとうございましたというわけで、本日は以上でございますのでこの後14時30分からもステージあります、またネタもありますので、はい、よかったらそちらもご覧になってみてください、はい、というわけで本日 8.6 秒バズーカによる、ラスクゴレライ選手権でしたどうもありがとうございました